皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はサプライズプレゼントをいただいたので、そのご紹介をしたいと思います。じゃじゃーん、こちらをプレゼントいただきました。どうか2つ買ってもらってっていう話をしてるか、ちょっと前後しちゃうかもしれないんですけども、あのご紹介をしたいと思います。はい、こちらも買っていただきました。はい、では早速オープンしたいと思います。じゃじゃーん、じゃじゃーん、見てください、ティファニーのティースマイル買っていただきました。スモールです、これは。はい、で以前ご紹介をしたのはスマイルの、ミニですね、ダイヤ付きのものをご紹介して、であともう一個ゴールドのこのスマイルのスモールもご紹介していると思うんですけど、これはホワイトゴールドです。はい、もう本当に迷いに迷って、どうしてもやっぱこのねホワイトゴールドも欲しくって買っていただいちゃいました。でまたこれもダイヤ入りのものを買うかこちらを買うかで本当悩んでたんですけど、こっちにして、でビーンズのものを買ってもらいました。すごい可愛いんですよ、もう本当にね。なんかダイヤ入りのものは本当ちょっと上品なので、こっちの方がつけた時にすごく華やかだったので、ダイヤはないけれども大きくて存在感があるのでこれを選びました。はい、早速つけていきたいと思います。はい、前にもねご紹介したんですけど、これじゃじゃーん、見にくいかもしれないんですけど、ここに T のね、 T のこのパーツがあって、でアジャスターがあるんですよね。すごいこのスマイルシリーズがいいところが、アジャスター買わなくてももともとついてるので、結構カジュアルなのにもつけれたりするので、すごい便利です。早速つけてみたいと思います。そう、私このね T ってねなってるこのパーツも可愛いなって思ってるんですけど、ですっごいもうサプライズプレゼントだったけど何買うか迷って、指輪とこの T スマイルの指輪とこれとお揃いにしようか、あとダイヤ付きのミニにしようか、すごい迷ってたんですけど、いろいろ迷って、で、指輪はねなんかもうカルティエの指輪たくさん持ってて、で結構割とごつめの感じっていうか存在感があるのをしてるから、なんかティファニーだとちょっとなんか自分が似合わないかなって思って、でお揃いの T の結構ごつめのしたらすごい逆にまたそれはそれで似合わなかったので、指輪は今回はやめたんですけど、見てください、なんかちょっとまたゴールドと、またイエローゴールド持ってるけど、スモールとミニ持ってるけど全然やっぱり違くって、なんかこっちの方がキラキラするような気が、キラキラっていうかなんか違った華やかさがあって、なんかこう存在感がすごいパーって華やかになるなっていう風につけた時に思ったんですけど、どうですかね。何でも合わせやすいかなと思って、デニムとか結構カジュアルなシャツとかブラウスとかにもパンツにも合うかなと思って、今日はちょっといつもみたいな感じでちょっと可愛らしいブラウス着てるんですけど、まあ色合わせとかもね、ブルーとか白とかにもすごく合うかなって思って、はい、すごいやっぱり今つけてもお店ですごい悩んでた時もつけたんですけど、ミニダイヤ付きのねものもねして比べたんだけど、なんかこっちの方がいいかなって思って今回はこっちにしました。はい、すごいね、本当に急に来たサプライズだったので本当に本当に
わーって舞い上がって、もう本当に感謝です。本当にありがたいです。ありがとうございます。はいはい、こんな感じで、可愛いですよね。女性にねプレゼントだったら、前も言ったけど絶対スマイルがいいと思います。はい、もう多分まずはティファニーはこっちの方がいいと思います。はい、男性の方とかもねプレゼントね悩んでる方だったら絶対喜ばれると思います。はい、もうこうなるとね、なんかイエローゴールドは持ってるから、もうこれホワイトゴールドでピンクゴールドとか、なんかあとブレスレットもすごい可愛かったんですよね。だからブレスレットも欲しい、あとピアスも欲しいと思った時、ピアスは本当はピアスブレスレットって考えてたんですけど、ピアスは本当に落とすので、もう落としたら本当に大号泣じゃ済まないので、やっぱりピアスはもうまずやめて、でブレスレットも可愛いなと思ったんですけど、なんかまたねお店の方がすごくねアドバイスがとってもあのすごく的確で、まあ、結構時計が華やかなのされてるので、なんかこうブレスレットよりもネックレスの方がいいじゃないですかみたいな感じで言ってくださったので、そうだなと思って、はい、ネックレスに決めました。はい、こんな感じですごく可愛いです。はい、でこれが短めでしてるんですけど、長くすると本当にねこれ長めにできるって、アジャスターが無料っていうか、そうついてるのってすごく便利ですね。本当にここ気に入ってますね。スマイルの気に入ってるのはデザイン性も気に入ってるし、アジャスターがついてるっていうのと T のパーツがつい後ろにねついてるっていうのが私すごく気に入っております。はい、でそう長めちょっと今日はブラウスあれだけど、こういう感じで結構長めでも可愛いですよね。このぐらいになっても、で前も多分ね結構話をしてると思うんですけど、あの丸首で結構詰まったお洋服を着ると、このぐらいの普通のあのサイズのものだと、アジャスターとかないものだと、なんかこう裏返ったりとかして見えなかったりとかするから、なんかこの本当に長さだと、あの丸首のねあのクルーのニットとか、あとまあカットソーとかワンピースとかを着た時にも出してこうねつけれるので、すごいいいなって本当に本当に本当に思ってます。こんなに T スマイルにハマると思わなかったですけどね、これ本当に可愛いのでおすすめです。まあね、幸せを呼ぶってこうスマイルだからニコってしてて幸せを呼ぶっていうね、あのネックレスですので、どん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 ね幸せを呼び込みたいと思います。引き寄せたいと思います。はい、で今日は開運日、今日は6月の3日の開運日、一粒万倍日と辰の日です。なので今日からあの2つ買ってもらったのを、それを一緒にあのもう使い始めようと思ってます。はい、今日はこんな感じで、サプライズプレゼントでティファニーのスマイルスモールのホワイトゴールドをご紹介しました。はい、いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。コメントもどうぞよろしくお願いします。はい、では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。